はい、皆さん、えー、こんにちは、はい。本日はですね、6月の14日、金曜日になっております。早いなぁ、いつも言ってますけど、早いなぁということで、もうすでに、えー、本日金曜日というようなことで、また週末ですね、というようなことですね、えー。私もいつも言っておりますけども、週末も平日も私はあんまり関係ありませんけども、えー、まあ、皆さんにとりましてはね、また楽しい週末をお過ごしいただければなというふうに思います。なんですけれども、えー、 今回ピンクのシャツ着ておりますね。えー、ということで、えー、まあ天皇ご一家の話、特に天皇皇后両陛下のお話なんですけども、今回のこの動画に関してはですね、皆さんとぜひですね、2027年まで絶対に忘れずに覚えておきましょうねといったような話をさせてもらいます。はい、えー、といったようなことなのでね、最後までぜひね、ご覧になっていただければなというふうに思います。 はい。ということで、えー、せっかくね、このピンクのシャツを着ているもんですから、まずはね、ほっこりとした話をね、してみたいなというふうに思います。これですね、えー、実は昨日ね、えー、ウェブ上で上がっておりましたけども、ニュースポストセブンの方で、新たなね、えー、先日その天皇ご一家が御料牧場でご静養された時の、えー、新たにまあ何枚かの写真がね、アップされておりました。なので、えー、ちょっと紹介させてもらっておりますけども、 まあ、あの私はね、この2、3枚ぐらいの写真を、えーまあ、皆さんにね、情報共有ということでお示ししておりますけども、えー、このニュー w ポーストセブ7のね、えーまあ、実際のウェブ上ではそれ以上にいろんなね、写真がね、えー、貼られておりますので、まあ、ご興味のある方、まあ、こういったようなね、ほっこりとするような写真をご覧になりたい方、ぜひね、後でご覧になっていただければなというふうにも思います。で、ここね、表題にある通りですね、御料牧場で、 タケノコ掘り、ご一家サイクリング、そしてえ貴重な写真が公開されておりますっていうような話で、まああのー、この写真ね、すでに皆さんもご,ご覧になっている方も多いと思うんですけども、特にやっぱりね、左側のね、えー、その年宮様のね、 えしゃがみ込んでこのねね掘りを、ね、されているような写真まあ今現在ね日籍でご勤務されておりますのでなかなかねこうっいったような写真普段のそのねプライベートの写真ってお見受けすることができないんですけどなんかすごくいいですよね、えー、なんか一般国民というか日本国民に近いなといったような感じだとか、まあ、真ん中はね両陛下がそのたけのこ掘りをされているような、えーね、写真で、まあ、非常に大きなねたけのこが撮れましたよだとかね。 あとは右側、あの、まあ、お三人方で、えー、その五両牧場内をサイクリングされているようなね、お姿だとかね。え実際にはですね、皇、え、后、ー、雅子さまがお得意のですね、カローラを運転しているっていうような、そういったようなシーンもあったようですけどね。まあ、いずれにしましても、まあ、こういったような非常にそのプライベートに近いようなね、画像というか写真だとかね、動画というようなことはなかなかね、お見受けできないので、 まあやっぱりね、えー、今現在、えー、大人気になっちゃいましたけど、今142万人ぐらいですか、もうフォロワーがどんどんね、増えておりますけども、その宮内庁の、えー、インスタグラムのね、写真なんかでも、どんどんこういったようなものは投稿してもらえれば嬉しいかなっていうような感じですよね。はい、といったようなことで、これはね、えー、昨日ぐらいに上がっていた、これはね、ニュースポスト7なね、記事に上がってましたので、えー、皆さんも後でご覧になってもらえればな、というふうに思います。はい、で、こ からが、今回の本番というかね、本題なんですけども、まずはこれをご覧ください。はい、えーですね、この記事、この FNN プライムオンラインの記事はすでに私もご紹介させてもらっておりますけども、えー、まずはですね、天皇ご一家が、えー、天皇陛下がですね、ルクセンブルグのギオーム、えー、皇太子とね、 えー、具体的に、えーまあ、皇居でねお話をされましたということでこの後に、えーまあとに皇后雅子様、そして敏宮愛子様、天皇陛下そして祇園皇太子とね4人だけでお話をねされましたといったような報道もありましたよねで、えー、まあこの報道はねあんまりお見せをしたくないんですけども、まあ、その後でで江戸宮一家が、えーまあ、実際に夕食をね1時間半ぐらいですか えなんか通訳を交えずといったような話。もうとにかくね、私もね、えー、2、3日前の動画でもお話ししましたけど、この通訳を交えずといったようなことをすごく強調してですね、まあこういったような記事が上がっておりました。なぜですね、この FNN プライムオンラインの AN 宮家のね、話を出してくるかというとですね、この意図がね、後からお話しさせてもらいます。で、次のページ。 はい。で、それとともにですね、これが、えー、その陛下が皇居でね、このギオム皇太子とお話をされた、ご挨拶されたといったようなね、えー、実際の、えーまあ、映像というかね、画像なんですけども、これはね、日テレニュースがね、出していたようなお写真ですということで、まあ、あのー、やっぱりね、ギオム皇太子も、まあ、天皇陛下と、まあ、ご懇談されるということで、 えー、まあね握手をされているといったようなシーンなんですけども、まあ、私、昨日もねお話ししたんですけどもやはりねねこのね握手のね挨拶のシーンなんかを見てもですねいつも思うけど天皇陛下に至ってはこの背筋を,背筋をですねピーンと伸ばされまして相手の目をしっかりと見て目しっかりとね相手の目を見てですねいつもの優しい笑顔で右手で握手をされてご挨拶されている。 なんか握手の基本というかね、えー、そんなようなことですよねはいでですねこういったようなお写真とまあその後先ほどもお示ししましたように江戸宮家の方々とね1時間半にわたって通訳なしで、えー、お話をされていたというようなことなんですけどもはい、えー、今回はね是非ね次のページをね、えー、ご覧になっていただければなというふうに思いますはいえー、これはですね 先ほどのこの日テレのニュースの、ね、続きなんですけども、えー、なぜ、ね、これを、ね、お示しするかというとこの赤い括弧の部分そして黄色の矢印の部分です、えー、その部分だけね直接読んでいきますが「えー、業務交代士からは2027年が外交関係樹立100周年にあたることからルクセンブルグへの招待があり陛下はありがとうございますと述べられたということです」といった話をされたようなんですね。 ね、皆さんね、これ注目しましょうねって私冒頭に言いましたよね。2027年が日本とルクセンブルクの外交関係樹立まさしく記念の100周年先日の佳子さまの125周年とかなんかわけわからないね記念日がありましたけどもこれはまさしく記念日ですよね。ルクセンブルクとの外交樹立100周年ということでこれに至ってですね、えー、先日の業務交代子が 天皇陛下に直々にですね、ルクセンブルグへのご招待をされたといったようなことが、これ日テレのニュースによってバーンと出ております。皆さんこれお気づきになりましたかね。これ非常に大きな話ですよね。まあ、2027年ですので、まあ、えーまあ、今からね、3年後の話でありますけど、この3年間ですね、皆さんと一緒に絶対にこのことを忘れずにいましょうねといったような話です。 なので、先ほどね、FNN プライムオンラインの AN 宮家のね、業務交代者との1時間半にわたる夕食の、えー、そういったような記事も話をさせてもらいましたけど、何せですね、横取りする人がいるわけですよ。ね、先日の去年の戴冠式の話だとかね。まあ、そういったようなことがあるので、このね、記事ね、私も絶対に3年間覚えておきますよ。2027年ですね。まあ、あのー、 え皇太子から直々にご招待というようなことがね、えー、まあ、これ口頭だと思いますけども、されたというようなことなので、えー、ねこれに関してはね、えー、国内庁もぜひ覚えておいてくださいね、っていう感じだよね。ルクセンブルグとの、えー、100周年の外交関係樹立100周年の記念、えー、天皇皇后両陛下がね、ルクセンブルグにお越しになるでしょう、ということ 絶対、絶対にですね、皆さんと一緒に3年間覚えておきましょうね。ということで、あえてね、今回この動画は、このことを喋るためにですね、えーまあ、投稿することにさせてもらいました。皆さんどうでしょうかこの記事ね、えー、思い当たる方がいたでしょうかもしね、えー、見逃したというようなことであれば、これね、えー、いつでしたかね、2、3日前に出てた、これ日テレのニュースです。まあ、私のね、このね、えー 今、黒板でね、お示ししているこの赤いカッコの一文だけでいいですよ。ぜひですね、覚えておいてもらえれば、もしかしたら、あの、スクショでもね、してもらって、撮っといてもらってもよろしいんじゃないでしょうかっていうような気がいたします。非常に重要な話ですよね。ということで、一旦変えます。はい、ということで、今回の動画に関してはですね、皆さんと一緒にぜひですね、3年間、何回も言いますよ、2027年。 にはですね、日本とルクセンブルグの外交関係樹立まさしく記念日の100周年ということで、えー、何回も言いますけどもゲオム皇太子が直々にね天皇陛下をご招待しておりますからね3年間ぜひ覚えておきましょうというようなことですよね宮、はい、内庁の関係者の方もぜひ覚えておいてくださいというようなことで、えー、まあ何せね横取りするような人がいるからねというようなことで えー、このことを言うためにですね、この動画は、えー、作らせてもらいましたということです。どうでしょうか、えー、先ほどお示ししたですね、日テレの報道だったんですけど、皆さんお気づきになった方もおられたでしょうし、もしかしたらお気づきになってない方もおられ、でね、お気づきになっていない人もねいたかと思いますので、えー、言わさせてもらいましたといったような次第です。まあ、冒頭お話ししたですね、えー、天皇ご一家の、えー、その御料牧場でのねお写真なんかも、えー、これはニュースポスト7ですけども、 ね、いっぱい写真が貼ってありましたのでそちらもね私のこの動画の後に是非ねご覧になっていただければなというふうにも思います。はいありがとうございました。それではバイバイ。